ビアンカナイトはアメリカ合衆国ミシシッピ州シーパール出身の陸上競技選手。専門は短距離走100メートルで11秒07、200メートルで22秒35の自己ベストを持つ。2012年ロンドンオリンピック女子400メートルリレーの金メダリストであり、同種目の世界記録保持者である。12歳の時に陸上競技を始めた。高校は、 ミシシッピ州にあるリッチランドハイスクールに進学すると2007年に200メートルで22秒97の室内全米高校記録を受立2006年ナイキ選手権と2007年全米ジュニア選手権の女子200メートルで全米タイトルを獲得するなど全米高校屈指のスプリンターに成長したまた州レベルでは100メートルで200メートルで ミシシッピ州高校記録を樹立し、15の個人種目を含む計2 3のミシシッピ州タイトルを獲得する活躍を見せた。2006年にはゲータレード全米最優秀女子陸上競技選手賞をミシシッピ州の選手として初めて受賞した。2005年世界ユース選手権2005年7月の世界ユース選手権に出場すると、 女子100メートルの予選で11秒38の今季、ユース世界最高記録をマーク。準決勝は11秒44とタイムを落としたものの、決勝では再び11秒38の今季、ユース世界最高記録タイで金メダルを獲得した。女子200メートルは23秒33の2位で優勝を逃したが、アメリカチームの3層を務めた。 メドレーリレーは2分03秒93の今季ユース世界最高記録での優勝に貢献し100メートルとの2冠を達成した2006年2006年8月8日にユージーンで行われた競技大会の女子400メートルリレーでアメリカジュニアチームの一層を務め1999年にアメリカチームがマークした43秒38を 更新する43秒29のジュニア、世界記録樹立に貢献した。しかし、この大会で負傷したため、出場を予定だった1週間後の北京世界ジュニア選手権に出場することはできなかった。2008年全米学生室内選手権、テキサス大学オースティン校に進学すると、2008年3月の全米学生室内選手権、女子200メートルを制し、1年生ながら、 全米学生タイトルを獲得した。優勝タイムの22秒40は、室内世界歴代8位、室内全米歴代2位、室内ジュニア世界記録、室内全米学生記録という好タイムだった。また、同大会女子60メートル予選では7秒16の、室内ジュニア全米記録を樹立している。この大会の直後に、プロに転向した。 2011年テグ世界選手権2011年の全米選手権女子200メートル決勝では22秒35の自己ベストをマークするも3位のジェネバタモーに0秒07及ばず表彰台を逃したこの結果8から9月に行われるテグ世界選手権女子400メートルリレーのアメリカ代表に選出され迎えた大会では予選と決勝で アメリカチームの1層を務めた。予選を今季世界最高記録の41秒94で突破すると、2層アリソン・フェリックス、3層マーシェベット・メイヤーズ、4層カーメリタ・ジーターのオーダーで臨んだ決勝では、予選のタイムをさらに縮める41秒56の今季世界最高記録で優勝に貢献し、シニア世界大会で初の金メダルを獲得した。 2012年ロンドンオリンピック2012年6月の全米オリンピックトライアルでは女子100メートルと女子200メートルの両種目で決勝に進出するも女子100メートルは11秒14で5位、女子200メートルは22秒60で7位に終わった。この結果個人種目での代表は逃したもののロンドンオリンピック女子400メートルリレーアメリカ代表に選出されると 迎えた8月の大会では予選と決勝でアメリカチームの3層を務めた。予選を今季アメリカ最高記録の41秒64で突破すると1層ティアナ・マディソン、2層アリソン・フェリックス、4層カーメリタ・ジーターで臨んだ決勝では40秒82の世界記録を樹立し、1985年に東ドイツがマークした41秒37を 塗り替えての優勝に貢献した。2014年世界リレー2014年5月には、今年新設された世界リレーに出場すると、オリンピックや世界選手権では実施されない種目の女子4200メートルに出場し、アメリカチームの3層を務めて1分29秒45の大会記録受立と優勝に貢献した。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風。 タイは向かい風を意味する。微光欄の記録は当時のものダイヤモンドリーグの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場したポイント対象レースの数を意味する。優勝したダイヤモンドリーグの大会を記載。金色の背景はポイント対象レースを意味する。ありがとうございます。